しいもしもしもし。そうです、よくお分かりですね。こんばんは、トシチーさんです。特に今日も話すことないので始めます。じゃあ挨拶していきます。しらねえさん、3個目さん、5個目さん、10個目さん、いらっしゃい。いい感じよね、らしいね。別にいいじゃんね、ちょっとぐらい燃やしても。あまりに燃やしすぎるとゲームオーバーになるね。民間人燃やすと、よし、じゃあ行くか。ショットガンにして、まあ今日はまあまあ時間なくもないので、そうですね、メインクエストはとりあえず置いといて、全エリア開放しちゃいましょうか。ここら辺とか。よし、そうしよう。じゃあ、ここにファーストトラベルして。怖がるとかないでしょ、こんな正義の味方の年。おいし、正義はおいしいこと。ナイトメアさん、30個目さん、いらっしゃい。どうも。よし、じゃあ、ここにしよう。33個目さん、いらっしゃい。
お久しぶりなのか何なのかわかんないよ。いよいよだし。お久しぶりなんでしょう。そう言われたら。ヘリコプターとかないのか。ここ熊がいるとこじゃない。サイだった。3位ぐらいだっていいや。ちょっとここちよしっていって、うぃー、滑り落ちた。上登れないのかな、これ。あ、いけるね。そうなんですか。ジュジュさん、そこは何だあいつら。痛いな、なんで。クマが出てきた。うん、倒した。今度トラが出てきた。クマ出たりトラ出たり、クマ出たりトラ出たり。うわ、本当にトラから。うわ、痛い。マジいるの？お前か。うわわわわ、マジ。よし、オッケー。どんだけ強い武器持ってんの、こいつ。ユーザーさんいらっしゃい。ユーザーさんっていうのかな。野菜しか食べない。あ、わしは野菜みたいに、ちょっとクリーンってことですか。48組さんいらっしゃい。毒がありそうじゃないか。いや、わしはあれだから、まあ、みんなが、まあ、もやしみたいな感じだったら、まあ、わしは、まあ、緑黄色野菜みたいな、体にいいよみたいな、まあ、天使だねみたいな感じだ言っとくけど。まあ、なんか、ガオ聞こえる。言っとくけどね。もやしって栄養ないんじゃないの？対して。敵の、わ。RPG だな、あんなところにいる敵は。どーん、よーし、一発で全員死んじゃった。よいしょ。
35歳ハゲさんいらっしゃい。キュウリとモヤシながら食べる。でもキュウリもモヤシもそんなに栄養高くないよね。多分。みんなはそんな感じってことかな。よし、ここの拠点を落としにかかります。おお、結構いるね。よいしょ。まずはスナイパーをヘッドショットします。あそこのスナイパーも倒します。そしてこの人もさよならして、そしてここで歩いてる人もはもう見えなくなっちゃった。あとはあいつかな。よいしょ、はい、さようなら。あとはあいつこいつヘッドショットじゃないと多分倒せない。よいしょ、OK、ヘッドショット。重装備兵はヘッドショットじゃないと倒せないからね。よいしょ、ヘッドショット。こいつはまあ軽装だから会いなくなっちゃった。降りちゃった。よし、刺し殺しに行こうか。刺し殺しに行きまーす。犬をとりあえず、犬ちゃん、男じゃないので出て行きません。いい気になるなよ、見つけてやるからな。来た来た来た。何も怖くないぞ。降りんのかい。登ったり降りたりなんで。飛んできたんだ。よし、35歳ハゲさんいらっしゃい。美味しい増殖さん、コディハー、ありがとう。オッケー。イエーイ。お犬様がいるみたいね。リロードだけしといて、弾を購入しましょうか。優しくないし、襲いかかってくれてしてて、檻の中だけど。よいしょ。とりあえずいらないの売って、購入する。
わーわーわー、なんかいろいろ飛び出てきた。アイビーさんいないさ。じゃあれってこれってしてない。あ、なんかし、暗殺ミッションある。暗殺ミッションしよう。今までで一番難しい暗殺任務になりそうね。これ、今までで一番難しい暗殺ミッション。発見されずに司令官を倒しゴッドッグタグを奪え、死体を隠せ。わかりました。ステルス暗殺だって。わかりました。一番楽しいミッションだね。ドゥン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 。すごいドゥ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 ってなんか戦ってるね。まあまあまあ、めっちゃ敵いるさ。できると思うよ。わからなきゃいいんだよね。異常なし。何か変だぞ。調べてみよう。走ってる人倒すの結構難しい。こいつが司令官やね。あー、バレる。よし。よし、当たった。見つかったらミッション失敗だからね。よし。あと一人。手榴弾。
した倒した。これでハプリマサイルさん、これで全員倒したから、もう悠々と堂々といけますね。殲滅させたからね。え？この死体を、間違った、うん、暗殺ミッションはね、とりあえず隊長だけでやればいいんだけど、そんなめんどくさいから、もう全員ぶっ殺しちゃえば、まあいいんだよ。で、通りんの。おにげた。隠すところ。ボーナス出して死体を隠した。全然隠してないんだけど。まあいいや。これで逃げたら終わりだって。まあ見つかり、そうだね、見つかるわけないもんね。みんな死んじゃったから。はい。オッケー。そして基地はこれで大丈夫で。ポスター剥がすだけ剥がしに行くか。なんでみんないないの？いや、わかんない、かくれんぼしているのかも。土に帰ったのかも、みんな勝手に。あ、バギーがある。わしのバギー。やった、わしのバギー。イエーイ。わしのバギーだよ。ハガンの殺し屋の最後の一人を殺してくれたのね、AJ。おかげで、みんな隠れなくても済むようになったわ。援軍を求む。繰り返す。ゴールデンパスの援軍が必要だ。基地が敵の攻撃を受けている。基地が？敵の襲撃を受けてる？だと？しょうがないな、助けてやるか。スナイパーさんだ、スナイパーさん、スナイパーさん、スナイパーさん。スナイパーさんはまずい、スナイパーさんはまずい。死んじゃ。スナイパーさん死んだ。どいどい、敵の援護。キーちゃん、あっちこみさんいらっしゃい。うわ、めっちゃいるじゃん。うわ、あいつまでいるの？ RPG だこれ。ドカーン、ドカーン、ドカーン。
まあ、なかなか死なないしな。ドカーン。唯一大だって。前でいるの。逃げてった。あ、逃げてった。正常さんいないじゃん。前でいるの敵どこ？できるよ。これもね、マルチプレイとかあるからね。廃物ライフルはね、大体はね、重装兵だったら頭に当てないとなかなか、何、廃物ライフルでも死なないけど、まあ、軽装兵だったら普通に体に当てればね、廃物ライフルだったら一発で死ぬから。ただ、その、連射ができないのがちょっときついけどね。食らっちゃうからね。あれ、これどこにあるの？宝箱。え？宝箱なくなくない？え、どこにある宝箱。え、お尻のこ、お尻？お尻は大仏ライフル、30発ぐらいじゃない。わしの前にみんなぶっくるちゃんしちゃうけどね。よいしょ。OK。118組さんいらっしゃい。もう人間じゃないからね。妖精だから。にゅー。妖精さんだから。よいしょ。君がいたから基地を守れたんだ。ありがとう。でも、ゴブリン、もうゴブリンは妖精ですけど、私は、妖精って言っても、ピクシーの方だから。言っとくけど、ピクシーだから。もう一回言おうか、大事なことだから。妖精、イコール、トシエイコール、ピクシー。わかった。返事は。
でしょ。そしたら、未知の場所よりももうここら辺全部解放しに行きましょう。OK。もう、細かいのは後で回収しに回るから、とりあえず、まあ、クエストでもそのうち、まあ、使うことになりそうな、その、なんていうの?拠点をちょっと全部制覇しに行きましょう。で、拠点全部制覇したら、メインクエストやりましょう。わお、びっくりした。やったろうさん、コーテハンありがとう、いらっしゃい。よろしく。ハゲどもの館へ。ようこそ。うちのコミュニティに入ったら、みんなハゲになるから。よろしくね。77755。つえや。ハゲは友達だから。でもぶっちゃけ言うけど、ハゲって、顔がかっこいい人多いって。マジで。例えば、ステイサムとか、そうそうそう、ワイルドスピードに出てるハゲたちみんなかっこいいじゃん。ビンディーゼルも、そうだし。みんなかっこいいよね。まあ、あれはなんでハゲにしてるか知ってる?あれは、わしにアピールしてるんだから。あ、ニコラス・ケイジもなんかかっこいいね、そういえば。なんか、全然興味なかったのに、なんか、最近夜、なんかニコラス・ケイジの映画ばっかり、なんか毎週夜中にね、やってることがあって、毎回見てたらなんかニコラス・ケイジがかっこよく見えてきた。ヘローさんいらっしゃい。149コミさんいらっしゃい。先週やってたやつとかも結構面白かったね。先週だったかな?先々週だったかな?あ、見て、来て来て、ちょっと待って、相手の、いや、遠すぎるよ。やめよう。わわわーい。あった。びっくりした。襲われたわ、氷に襲われたわ。パーラルだった。ビズと野獣。あ、ザ・ロック。ねえ。わーい、お犬様たちが今日になって襲いかかってもいいけど死ぬよ。襲いかかっていいけど死ぬよ。タタ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 、食べられちゃう。そこにいたから、襲いかかってきたじゃん。そりゃぶっこりちゃいしちゃう。そして犬の内臓を引き叩いていく。
情をいただいて、よいしょ、似てるって何？面白いよ。でもファークライ買うんだったら3をおすすめしますね。映像は4の方が綺麗だけど、内容は3の方が圧倒的に面白いから、やるんだったら3をおすすめします。170個目サイライさん、犬の内臓、呪いの儀式に使わないよ。そんな、なんかリアルで犬の内臓とか集めてたら頭おかしいでしょ。プライマルはわからない、私やったことない。女なんか、犬内臓をぶっ壊れた？フレンズ？ 170 個目さ、偉いさ。犬のシチューとか美味しそうじゃない？普通に。ウサギとか。だって大体食料がなくなったらみんな食べるでしょ？言うけど。食料がなくなったら、世界にね、食料がなくなったとしたら、身近な犬とか食べるでしょ。絶対。それだって。だいたいこういう、なんか、戦争してるような場所だったら、食料ないし困ってるって言って、こうやって走ってる、このヤギとかぶっ殺したし食べたりするでしょう。そんなもんだって。やけん。まあ、牛には襲いかかってこないよ。犬も牛のことを、まあ、天使だと思って、ちょっと、あがめてくるから。近づかないから。トシエさんっていう天使を襲うなんてそんなって言って、犬もわかってるから言っとくけど、セーブショット。重装兵をとりあえずヘッドショットできたら十分だね。え、両方。あ、そうなんだ。へぇ。ザリガニの天使。ザリガニが喋ってたらおかしい。あ、外しちゃったでしょ、喋ってたら。見つかったよー。うわ、絶対援軍も呼ばれる。あ、崖から落ちちゃった。援軍呼ばれちゃうでしょ。でしたら、よし、リプしたらフォロバ？何の話？よし、吹っ飛んだね。
が怪物ライフル。よし。重装兵はヘッドショットじゃないと死なないからね。重装兵だけはヘッドショットしない。187さん来た。見つかってないのにこっち来た。押した押した。安全を確認。押した押した。一応解放。ああ、なんかフォローしてーとかって言ってくれたら返すよ。よいしょ。まあね。わわわわわわ。民間人だー。イエーイイエーイ。え？見せてもいいけど目が溶けるよ、いいの？お、敵が来たみたいだ。OK。倒したか。倒した倒した。オッケー。おっぱい、おっぱいという聞いてきた。いやでも私思うけど、おっぱい見せてどうすんの？見てどうすんの？なんか利点あるな。死ぬかと思った。なんだこの人。なにこの人。パンクさせるぞ。パンクさせるぞ。やだ、まずいわ。わあ、人引いてる。お前安全運転しろボケ。危険運転なんてしたことないよ。安全運転の年上だから。安全運転の年上って言われてるから。巷では言っとくけど。ジャガーってなんかチーターみたいなやつ？どういうこと？動物に乗ってるってこと？ファークライプライマルさ。なんかありそうだな。イベントごとが。誰か助けてってどっから言ってんの？どこだよ。2階か。今日に追われてるって。どうでしょうがない。今日に襲われてるって。こちら AJ。助けに行ってやろう。なるべく早く来てね。武器を忘れずに。了解。はい、武器持ちました。ねえねえ、どうしたね、ビッシャ。おい、ヤギだ。
待って待って待って、ママだよ、ママだよ。ママが来たよ。追いついてきたよ。ちょっとずつ追いついてきたよ。待て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 、もう逃げられていってる。おい、いなくなった。ちょっと様子見したらいなくなった。あー、みんなのせいだ。あー、みんなのせいだ。あ、みんなのせいだわ。せっかく追いかけてたのに。こんにちは。こんにちは。ドゥン。うわ、目に当たった。あれ？あれだね。開いていた。あ、これちょっと、犬に襲われてる、めいめいちゃん。こっち来んな、ボケー。おら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 、こっち来たんだから、お命を持って、お命を持って、お命を持って、ね、これ償ってもらった。オッケー。あっ、よいしょ。ほんとだね、羊も死んじゃってたけどね。羊のお肉ももらって。うん、よいしょ。OK。いった。いそうでしょ。この内臓焼肉で食べる。え、足の足抜きなきゃ。でもね、民間人殺しすぎるとね、ゲームオーバーになるって分かったんですよ。何人かな、10人ぐらいかな、10人ぐらいかな、わかんないけど、なんか連続でぶっ殺しちゃし続けると、あ、自分が死ぬんですよ。民間人を殺すことは許されないって言って文字が出てきて、パタって死ぬの。ちょっとそれ、その機能いらないなって思ったけど、しょうがないよね。感じを守れ。なんで刺激するようなことをしたのか。間違った。うん、音が近づいてる。さてさてさて、チーターがどこから来るかね。ナマステ、エイジェン。今日がうるさいてる。あっちもか。あ
あ、一人死んじゃった。民間人一人死んじゃった。え？犬はカウントに入んないじゃん。あ、いた。猫ちゃん、おいで。猫ちゃん。あ、ごめん、撃っちゃった、民間人。間違えた。おいし、終わった。このヒョウ柄といい、血の跡といい、血まみれになったニュージャージーみたいだ。ニュージャージー？何それ、動物？まあとにかく助けてくれてありがとう。やったー。間違えて民間人も撃っちゃったね。まあそんななんか撃たれるようなとこにいたのが悪いね。ドゥン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 。AJ、あなたのおかげでみんな安全よ。物資の供給や自己防衛もできるようになった。一緒に戦える。めっちゃ喜ばれてるさ、民間人撃ったのに。あなたのおかげよとか言って。でしょ？おじはいい人だから。みんなの味方だから。正義の。よいしょ。まあ、そういうクエストだからね。普段はね、一匹ずつしかいないよ。オッケー。オッケー。そしたら、ここの基地を解放しに行きまーす。よし、行きましょう。うわ、まずい。絶対来る。大丈夫だった。これ登れないのかな。そうで、そうでじゃないよ。分身のおかばんは、いや別にそんななんか最小限のものしか入れてないの。あんまりなんかそのパンパンになってたら重いし、なんかかっこ悪いじゃん。そんななんかいっぱいは入れてない。おぉ、なんでびっくりした。ヌーだ、ヌー。ヌー襲ってきたら嫌だな。逃げよう。よいしょ。ヌーに襲う。おぉ、ぶんな。これジャンプで。いやー！ふざけんな。あんだけ遠回りしたのに。一回のジャンプで落ちた。うわ、ヌーの群れが襲ってきた。まずい、ちょっと逃げる。やばい、若くて可愛くて柔らかい肉を求めて襲ってきた。ヌーが。
よいしょ。ゴールデンウィーク？ゴールデンウィークだよ。シャーやってる、またいた。ちょちょちょ、プリケツ狙われちゃった。さすがトシ。動物から見てもプリケツみたいな。え？わかんない。普通じゃない。別に特別なものでもないよ。うん、温泉旅行に行ってくるわ。なんだ。入った。お前。どんだけヒョウいるんだよ、ここ。ちょっと待って、敵が。どっかに。あれか。秘密。本日の教えなきゃいけないんですか。こんな行ったところ、行ったときに、トシさんですかとか言われたらドン引きだわ。恵比寿さんだっていいとこ、いいことするじゃないですか。いいことするってなんかおかしいけど、言っていいのかわかんないから。今、あれにしたけど。フィルターかけて喋ったけど。とってもいいイベントがあるじゃないですか。よしさんですよ。これ、ヌー邪魔だな。襲いかかってきそう。よいしょ。こっち、こっち。よし、もうちょっとだ。OK。あ、味方だね。オッケー、来たー。敵のこの拠点を解放しまーす。すいません、もう一個。あった。社会広報調和省からの発表をお伝えします。法律軍兵士の死体には手を触れないよう願います。マジですか？私は、いや、服なんて着たことないですね。よいしょ。いや、ザリガニじゃないからわかりませんね。よいしょ。多分ね、みんなもね、うすうす感じてると思うけどね。うわぁ、トシエ適当に返事し始めやがったって思ったよね。うわぁ、トシエの野郎か、適当に話流しやがってって思ってます。
じゃないよ。生き地ジュースとか誰が飲むんだよ。誰に生きてんの。それは何？それは少なからず年上の一致を飲みたいなって言ってるようなもんじゃないの。いや怖い。震えている年上さん、怖くて震えている。年上さんそういうの怖くて震えちゃう。あと1個で全部だ。すごいねこのマップ。3より圧倒的に広いもん。AJ、指示を待つ。 AJ、パーフェクトだ。山岳部にいる同志まで気象観測気球を届けるんだが、トラックとドライバーの護衛を頼めるか。ああ、位置を教えてくれ。すでに送信済みだ、同志。うわ、少しした。落下死してしまった。車で行くか。マジのバギーで。私のバギーで。よいしょ。わわ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 。わーわよし、治った。よし。うわぁ、危ない危ない、あそこだ。あそこに向かって、うわぁ、よし。あれ大丈夫だよ。首なんて生えてくるでしょ。座席に余裕がない。トラックの上に登ってもらうぞ。
ちょっと待って、同時だからここのもうを全部もらってから出発しよう。どっから敵が来るかやね。いないね。終盤、いや、あのメインクエストをそこまでやってないから、メインクエスト自体は中盤ぐらいだと思うよ。後ろ？これで終わりかな。 OK、 イエーイ。よかったわ。よいしょ。もうすぐ近くに見たことないと違う。ねえ。
なんか入れないぞ。なんだそら。登れないし、上にある宝箱取れない。落ちていいやじゃん。まあそうかもね。びっくりした、いきなり人がいた。よし、さあ次。このタワー、あ、ここの拠点を倒しに行こうか。何これ、あ、発見した場所か。うん、ここの、ん？あ、お店屋さんすぐ近くにあるから、一旦お店屋さんに寄って、よいしょ、弾薬の補給と、うん、遊べるよ。これも結構長いことやってるよね。4ヶ月ぐらいはやってるんじゃない。まあ毎日とかやってないからね。やるとき1時間ぐらいしかやってないし。わぁ、何この洞窟。ちょっと入ってみよう。お腹が減った時のためにポケットにいつもジャーキーを入れてるわ。ありがとう。おかげでみんなプロパガンダを聞かされずに済む。何あれ、どうやって取ればいいの。開かなくない、どうやって取るんだ。どっからか入れるのかな。え、どうやって開けるんだこれ。ね。上から入るとかかな。入り口があるみたいな。あった、やっぱり。いや、そんなことはない。ほら、いけた。よし。でしょう。もっと褒めていいよ。褒めたら伸びる子だから。あ、焼きネギさん、ここか、ありがとう。ちょっと姿勢がちょっと痛いから、ちょっと姿勢正しくして。腰痛くなっちゃった。急に褒めたの。よいしょ。やば、足しびれた。足しびれた。みんなのせいで。みんなのせいで足しびれた。うん。もうまとまるか。やばいやばいやばい、足しびれてる。またお前か。
ひどくないでしょ。出ないよ。そんななんか、ああ、しびれた、ツンツンツン、ジョバババーなんてならないよ。ねえ、わかんない。割と遠いな。わあ、食べられた。てめえ。うわ、またか。どんだけいるんだっこ。え？どこ？うわうわ、RPG 撃ってきてる。RPG 撃ってきてる、あそこのやつ。やばい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 。木の陰に隠れないでやられる。押した押した。え、まだいるの？あ、いたいた。うわ、またこいつ。何匹いるんだよ。来いよ。押した、押した。動物に向かうの。滑り台。よいしょ。おはようございまーす。5時かー。動物飼ったことないよ。激しいね。みんなの頭みたいに。
見た今味方が2人飛んでた。崖に下まで落ちてった。面白いね。まああんな感じなんだろうね、事故が起こったらピョーンって飛んでちゃうんだろうね。やばいね。あやたろうさんありがとう。夜明けありがとう。夜明けをお知らせします。明けじゃない、明けじゃなくても心はみんな明けだよ。よし、ここまで歩いていくしかないか。こっちからだね。あ、バギーもらおう。何あれ、敵だったの？あれ、敵いるぞ。RPG。よし、倒した。までいる。あんまいないね。オッケー。あ、開花アイテムはちょっと集めていくか。結構遠いね。やっぱ車で行かないとちょっと良くないね。あ、後ろからなんか誰か来た。まで行ったの。はい、どうも。配信時欄見てたらハゲるイベントどういうこと？まあ、もう終わるけどね、とりあえず一旦終わりますよ。宝箱もらっていくか。
危ない。やっぱり RPG を持ってるとすごい有利だね。そうか、グレネードランチャーだ。まあ似たようなもんだな。こっから行けそうだね、近道。そうだね、牛を倒すんだったらね。ここは登れそうだな。この小屋のどこかに仮面がある。どこだろうね。仮面見つけたらって言ってあった。うわ、びっくりした。超びっくりした今。いきなりいたからびっくりしちゃった。気づくのにちょっと一瞬遅れちゃったよ。びっくりした。あそこでなんかイベントが起きてる。あ、民間人まで殺しちゃった。巻き添えになるようなとこに見たのが悪いね。あれ、なんか誰か一人悪者いるらしいけど、どこだ？いる悪者？どっかいそう？動いてるのいる？それいいものだから、それいいものだから。組み方か、うん、できないよ。三人称、二人称じゃなくて三人称って言うと、どういうことだ。 TPS ってこっちでしょ。二人称だったら、あれ何あのドラマ。やった。あ、二人称はないよ。上まで行きたいんだけど。
それ三人称。それはないでしょ。そうっす。ああ、サイレン。ああ、なるほどね、三人称。誰かが見てるっていうね。サイレンぐらいしかないんじゃないの？超能力者じゃないといないでしょ。255個目サイレンさん。ここの生主さんが一番ね、正常です。ちょっと頭のおかしいリスナーさんたちと、とっても正しい年の生放送です。どうぞよろしく。またここに仮面があるらしい。ねえ、ほんとそうだわ。ちょっと資格を持ちなさい。あ、サードパーソン。あ、そうなの。じゃあ、わしの間違いじゃん。ごめんね。ごめんなさいね。クリアはまだ、本編やってないから全然。本編全然やってないからまだ先だね。いや、ムカつく謝り方をしたんだけど。ムカつくでしょ。ムカつけよ。え？仮面どこ？え、仮面なくなくない？もうこういうわからないときはもう燃やせばいいんだけど。こういうわからないときはもう燃やせばいいから。広がったら、あったわ。燃やして意味がなかった。よし。そしたらここに向かっていきまーす。めっちゃ下じゃん。行きたい場所。山火事起こしただけだったね。うわ、こんな下か。さあ、ないです。お兄さんだし。敵がいる。アントッパー。
踏み方か。これは踏み方か。やっとできる。どこ。いなくないって。何と戦ってるのこの人たち。いた。まだ戦ってる。どこにいるの敵。いなくない。近づくか。山田さんやでしょ。しょうがない、近づくか。どれだ。わかんない。あ、いたいたいた。スナイパーいるじゃん。味方が邪魔で撃てない。味方が邪魔で撃てない。どけ。押した押した。わしのこと狙ってたね。味方は死ん、味方じゃない。敵は死ぬこと狙ってたね。悪いけど、ちょっといいかい？いるよ。氷がいる。人類、人類みんな味方だから。今日どこ？え？死ぬところだった。大丈夫か？おい、こっちだ。はい。みんな味方だから。味方っていうか、奴隷っていうか。これ解放しに行こう。こっち先で行くか。よいしょ。なんか燃えて、敵がいる。お前ごと燃えろ。目標のポーズ。いつのやり方。今日多いな、ここのエリア。超眠いよ。お前。うわわ、お前もいたのか。最高レベルに達し、安全のためには出勤
どっから？眠くないよ。優しい。フリージテレビ？あ、おいしい、おいしいを撮影したいって。照れちゃうね。よし、これで全部か。そうかもね。よし。
ということで、キリもいいのでここで終わります。またよかったら遊びに来てください。お相手はトシでした。バイ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 。